某ファッションセンター島村の駐車場です。車の温度が今窓を開けながら走ってきて夕方ですけど、日没前ですね。28度あります。じゃあここから実験していきたいと思います。じゃあちょっと気温も 28.4 度と下がりましたけど、ちょっとバッテリーをつないで、実証していきたいと思います。回りました。ちょっと今、あ、そうだ、こんな感じで入ってますね。で、今回り出したんで、6時51分ちょっと待ってる間30分ぐらいはアイスの実じゃないな、白熊くん食べながら待ちます。室内 28.5 度、今ちょっとドア開けてますけど、ドア閉めて実験していきたいと思います。うまい。吹き出し口のところに温度計を置いてますけど 23.8 度、今実験始めてから5分10分経ってないぐらいですね。 23.8 度、多分ここしか穴開いてないんで、ここから測れてると思うんですよ。全部カーテン閉め切ってやってます。周りの人からはちょっと怪しい人がいるぐらいの感じで思われてるでしょうね。結構孤独な戦い、どれだけ待てばいいんだろう。1時ぐらいからだったんで、2時間ちょっと経ちましたかね。 28.1 度、 42%、 大して変わってないですね。あ、結構溶けてるんじゃないかなこれ。ああ結構半分ぐらいは溶けちゃってる。2時間こりゃ温度下がんないかも。本当かね、他の人が出してたら本当かねって思ってた。これで出口は 23.5 度、それぐらいあります。で、湿度もやっぱ吹き出し口が高いということが分かりました。それで今どうなってるかちょっと中が気になってみたんですけど、明らかに今これ下にあったやつ3分の1も溶けてないですね。下に引いてあったのはだけど、風が直接当たってた上のやつは半分以上溶けてます。やはり下の方にあるかどうかというか、まあ風が直接当たってるものとそうじゃないもの、それはだいぶ差があるということが分かりましたね。だから効率よくこの氷を伝えたらすごく冷えるんじゃないかと思います。ちなみに今車のエアコンの温度設定が18度、まあマックスですね。これでちょっと気温は寒いぐらいで、今室内車内25度ですね。湿度27%、これが結局エアコンの吹き出し口だな。どんだけなんだろう、細いな。